マスキングテープで絵に表す。マスキングテープを使って絵に表してみましょう。紙の端まで貼るときは少し長めにして裏側に折り返すといいですよ。わざとシワを作るように貼るとマスキングテープを曲げることもできますね。色の組み合わせを考えながらマスキングテープを選んで貼りましょう。カッターナイフで切ると小さな形を作ることができますね。別の紙にマスキングテープを貼って好きな形に切って使っても楽しいですよ。カッターナイフで切るうちに偶然できる形も面白いですね。楽しい作品ができました。もう一つ作品を見ておきましょう。マスキングテープは重ねて貼ると色が濃くなります。点線のように隙間を空けて貼ったり、重ねて形を作ったりしてもいいですね。マスキングテープの模様や色で随分感じが変わりますね。完成しました。皆さんもマスキングテープを使って楽しい作品を作ってみましょう。